はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロ2033リラックス。やっていきます。続き。ここはまあ、多分、ドライ液で、ブルボンを助ける、というわけですが、ブルボンは最初確かにエキシビション液だっけな、そこで出会ったんだっけな。で、ドライ液行って、ビジネスがあるからドライ液に行くと言ってたけど、実際は、野党が制圧してて仲間がいなかったらもうすぐに逃げるぞっていう、なんか一言も聞いてなかった、すんげえ危ない場所だったと。で、難しいなとか言ってバッグ置いて降りてったらあっさり捕まっちゃったので、とりあえず助けます。で、 AK を拝借したので、とりあえずこれも使っていけると。ガスマスクも外そう。さあ、ステルスで行きたいけど、敵多いと、うわ、雲敵多いと思うんだよな。ドンパチになったら AK を使っていこう。とりあえず開ける。なんかアイテムあるかな。あった。さあ、どうしようか。ちょっと明かりは消しとこう。うわ、ハエが。うお、BGM でびっくりする。どうしようかな。もうドンパチやってった方が早いかな。あ、ライトが。こっち来るな。テイクダウン。え？テイクダウンとかないのか。今なんかボタンウィード出てたかな、もしかして。よし、ドンパチ行ってこう。あいてててて、これが AK。 アイアンサイトだけど撃ちやすい。よし、リロード。あー、奥から撃ってきてんな。こいつら全員野党だよね。お、燃えた。回収。回収。うん、あそこになんかいるな。そこにもいた。リロード。まだいるな。力いけるかな。うん、あれ、さらに奥に来ちゃったな。こっちの敵やっちゃおう。あ、ブルボンのこと話してる。あ、弾回収。弾は大事だからね。あ、よし、いやーとか言って襲いかかってきたぞ。あ、弾と、これ武器交換していこうかな。んかなんかサプレッサーがなんかついてる、これもしかして。サプレッサーではないか。こっちの敵やった、やった。ああ、まだいる。いててて。よし。いただき。弾いただき。これなんだ、このハンドガン。ハンドガンじゃないのかな？ちょっと気になる武器もあるけど。
まだいるかな。ん？死んでる。あ、いた。はい。これ強いんだよな、ほんと。リボルバー？いただいて、こいつからも弾を拝借。とりあえずブルボンは多分奥深くまで連れてかれただろうから助けなくては。よし、敵を探すぞ。気を抜くな。わあ、めっちゃいるな。やる気がない。あ、サプレッサーだこれ。やっぱはない。わあ、ライトで超照らしてんな。どうしよう。バレた。 AK。 あれ、なんか棒立ち。よし、こっちから迂回していこう。ん、ここ通れる。コンテナ。え、メロンやってる。え、え、びっくりした。なんかいけないもんつけちゃったかな。うわ、なんか呪い。めっちゃ息荒くなってるけど。うわ、なんか入った。え、なんか幻覚？また。まだ敵いる？いない。あっ！トラップあった。ほんと、トラップが前触れなくね、作動するからね、場所がね、どこに仕掛けられてるとか全然、見当もつかないよ。とりあえず弾を拝借して、こっちにはもう何もないのかな。ないかな。ここ下行けるけど、こっちのドア開くのかな。よっ。え、草戻る。汚染されてたかな。一緒に来たのは誰かって聞いてんだ。答えろ、答えろ。え？閉める。犠牲者か。あ。ある勝負だ。誰だってある。あ、あ、ブル。え、やられた？え、誰？まず武器を下ろしなさい、若者よ。悲しいが、彼のような男には予想外の末路ではない。私の名はカー。カー。さて、すぐにでもこの場所を離れた方が良さそうだ。野党の仲間が間もなく現れたら、これ以上の流血は避けたい。私はカースに戻る。この駅の湿度ではリュウマチになってしまうけどな。友達と同じ運命をたどりたいなら君は残ればいい。ああ、ブルボンやられちゃった。カーンと共にカース駅に向かう。ああ、ブルボンから影響をいただいちゃったけど、ブルボンとはここで別れか。とりあえずこの人についておこう。賢い選択だ。
カーンが現れた時は驚いたものの、今思えば野党との戦闘中に手助けを受けている感覚はあった。ブルボンがああなったのは僕のせいではないとカーンは念を押してくれた。だが彼を死なせてしまったことは変わらない。亡霊、なぜブルボンは野党がたくさんいるドライ駅に普通に武器を下ろして降りちゃったのか。悪者数が多いよ。ここおお、悪者数。人も獣でさえもネズミですら避けて通る。暗いよ。奴らは我々に気づいている。パイプに近づき聞いてみなさい。ただし長くはダメだ。野党？それともモンスター？あるものはトンネルの声だという。はたまた精神的影響の現れだと考える者もいる。私はここを知っている。逆もまたしか。進もう。よし。注意しなさい。このトンネルは危険だ。このトンネル知ってる人は他にもいると。ライトはつけたままにしなさい。ついてますよ。ここから永遠に出ることはできない。おお。腐敗してる。てっくもの巣が。前を見なさい。え、誰という言葉はここでは意味がない。生きてる、あの人。避けていくことにしよう。避ける。影には触らない。なに。集中しなさい。はい。で、この演出は何なんだ。なに、人影みたいのが。随分ホラーチックだな。で、またうわぁ、クモの巣の山。でかい骨の日記。ママ、どこにいるの。うわぁ、え、ここ先行しろと。あ、いけない。どうすればいい。ここ先、あ、なんかいる。なんかいる。なんか黒い影、小さい子供いる。撃てばいいのか、もしかして。そうじゃない。どうしたらいい。なんか喋ってくれよ、カン。なんかそこにいるんだよ。これかな？火炎瓶か。あ、できたできたできた。やっとできた。ここ15分ぐらい時間かかったんだけど。そっか、火炎瓶で焼くだけでよかったのか。やっと先進める。カーも一言も何とも言わないしな。充電でもしといて。脇にどくんだ、アルちゃんも。え？え？え？このトンネルでは幾度となく過去が繰り返され、その瞬間にここを歩いていた不穏なものは過去に取り込まれてしまうのだ。大抵の場合はな。あ、じゃあさっきの
人や子供の影も過去のものなのかな。行こう。誰か知ってる人がいないとこんなとこ絶対通れないな。待った。うん、前を見なさい。昔ここで激しい戦いが起こった。防衛側は未だ駅にとどまっている。か、なんでそんな冷静なんだ。ついてきなさい。後ろから離れないように。オッケー。カストネラピオアステレマット、カストネラピオアステレマット。何もしない。アラウンアラウンアラウン、カストネラピオアステレマット、カストネラピオアステレマット。何もしませんよ。よし、取れた。見た目ただの穴なんだけどな。個人的な問題だった。彼らが死んだ時私は一人生き残ったのだ。一人生き残った。我々が自らにもたらした荒廃は完全なものだった。天国、地獄、果ては常在界までもが汚染されてしまった。そのため体を離れた魂はどこにも行き場がなく、メトロにとどまるしかない。犯した罪に対してあまりに厳しく大きな代償だと思わないか。メトロから一生出れなくなったんだ。死んでも出れなくなったんだ。弾。お。まったく。なんかモンスターがいそう。今弾どうなってんだ。そこそこある。モンスターがいそう。集中しなさい。オッケー。対野党との戦闘で弾結構使っちゃったしな。開けれる。うっ。あっ。貫するかよ。よし。うわぁ。え、まだ来る。よし。カース駅もだいぶ危ないのか。あ、ショットガンシール満杯かな。あ、ガスマスク。あ、これ踏んだらあかんやつか、もしかして。行こう。ええ、また蜘蛛の巣だらけ。お、ピーピーピーって音は何なんだろう。集中しなさい。行けども行けどもメトロ。動くな。
Don't move. まぶしい。なんだあれ。アノマリー。世界の新たな現象だ。え、まただ。危険な現象だと思うかね。だが、その有害さはある意味、火と同じ。すべては捉え方次第。物事はよく理解してから判断を下すべきだ。さあ先へ進もう。ここは危険だ。ちょっと進むのにもなかなか時間がかかる。本当に危険な場所だと思うな。ここは注意しなさい。まさか。まったく。また来るか。来てるな。準備しなさい。また奴が来る。オッケー。ほら。うわ、まだ来る。あ、弾が結構減ってきてる。リボルバー、リロード。見て出て出て、治療、リロード。めっちゃ来てる。やばいやばいやばい。通過用弾薬はなるべく使いたくない。あ、まだ来てんな。終わった。じっとして干渉する必要はない。あ、弾が全然ない。あ、この光、あ、敵直撃。お、焼けた。あれが慣れの果てだ。身をもって知っただろう。明るい。レールカーに乗ろう。この先トンネルに危険はない。楽に到着できる。レールカー乗る。長い旅路だ。
松駅に到着すると呪いを意味する駅名の由来が納得できた。住人は生き延びるための戦いを強いられていた。松駅、まだ最初の方にいた駅の方がいいところだったのかな。また駅が攻撃されてる。攻撃されてる。以降防衛側が助けを求めているかもしれない。弾ないんだけどな、全然。オッケー、じゃあ今回ここまでしようかな。結構難しめのギミックとかも、ギミックというか謎解きがあったりしたんですけど、これからあったらちょっと時間をかけて試行錯誤をやっていきたいと思います。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。